このグループ3最後の滑走者になります。18番滑走、中国の選手、初出場の16歳、ズンシュン・リーです。ショートプログラムは12位でした。ああ、この選手も注目の選手の一人ですね。そうですね、昨年は世界ジュニアで5位、今年は4大陸で5位でした。ショートプログラムの時はね、最初のトリプルトリプルのコンビネーションで失敗したからね。そうなんですね。それが成績としてね、12位っていう成績になってますけど、内容的には素晴らしいものを持ってますからね。眠れる森の美女、最初に予定しているコンビネーションはショートプログラムよりも難度を上げています。フリップジャンプからです。非常に流れのある、とてもクリーンなジャンプですね。もうこれはもうプラス2が取れるジャンプですね。ダブルアクセルからトリプルトーループ。トリプルルッツですが、インサイドになりましたね。ジャンプはとてもいいジャンプなんですけどね、エッジが変わってますからマイナスになってしまいますね。このフラインキャメルのプラス2のスピンですね。続いてスピンコンビネーションですね。2つ続けてレベル4のスピンが続きましたね。トリプルサルからダブルトーループ、ダブルループの3連続ジャンプ。素晴らしいスピンですね。場内はスタンディングオベーションとなりました。
いや本当にね、もう立って手を叩いてあげたいっていうような意味でしたね。トリプルルッツがね、はい、インサイドになりましたね、まあ、その部分がマイナスになりますけれども、はい、ジャンプそのものの回転とかですね、高さとかっていうのはとても、はい、十分プラスが取れるようなジャンプでしたよね、それだけにインサイドになったのだけが惜しいんですけど、それ以外のものはほとんどがプラスって言っていいと思うんですね、で実際にねやっぱり素晴らしいなと思うのはスピン3つともですね、はい、レベル的にも4のスピン、はい、それで GOE もですねプラス2が取れるスピンですよね、やっぱりねジャンプだけじゃないスピンもいい、はい、でステップなんかでもですね、まだまだちょっと味が出るまではいかないけれど非常に雰囲気のいい、しかもレベル的にも3のステップを踏んでますよね、みんなが好感を持っていうか本当にそうですね、不安になりますね本当ですね、会場も魅了したズー・ジュン・リーでした、はい、非常に可愛いですよね、そうですね、もう表情もいいですし、それからポジションもとても綺麗ですよね、やっぱりこれ将来性っていう面から見たらねとてもいいもん持ってますし、まあ中国にはね先輩として世界チャンピオンのねチェン・フーがいるわけですよね、その後やっぱりこうきちんとフォローできる そういう才能の選手ですね、コーチは同じですね、同じ、それでそこにチャン・ジャン・リー、はい、男性のコーチがついてで、そうですね、彼はね4回転でもうある時期ねプラス3が取れて当たり前っていうようなジャンプを飛んだりしてましたからね、この今のアクセルなんかでも十分手が効いてますよ ね、うん、ですね、ですから真正面に向かって、中に倒れないですよね、素晴らしい、コーチ2人が大きな拍手を送っていました。さあ6点も楽しみになってきましたね。そうですね、ファイブコンポーネンツっていう面でいくと、まだまだそのなんて言うんですか、ハイレベルっていうまではいかなくても、でもかなりのレベルの高いものを取ってますよね、でエレメンツの面ではね素晴らしい点が出てくるでしょ う、ね、まだ16歳です、ジュニアにも出られる年齢です。 127.54 という大きくシーズンベストを更新したスコアとなっています。テクニカルエレメンツはもうすぐで70点台に乗るところでした。まあ、ファイブコンポーネンツでもねやっぱり8点が取れるような内容の演技でしたよね、半ばからも後半出てましたね、いや本当にもうなんていうんですか、滑るたんびに記録を上げてますよね、そうですね、これでグループ3、18番滑走まで滑走が終了しています。現在のトップはアメリカのゴールド、中国のズー・ジュン・リーが第2位です。鈴木明子選手は第6位でした。18人の滑走が終了しています。残るはグループ4、最終グループを残すのみとなっています。